ニコチャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいてる方ありがとうございます。ありがとうございます。なんとチャンネル登録者数400人超えました。ありがとうございます。本当にね、皆さんのご協力のおかげです。ほんで、総合チャンネルとかのね、皆さんにちょっと協力していただいたりとかして、ありがとうございます。そんでまたね、もともとこのチャンネルを見て、ファンになってくれた方がちょっとね、宣伝隊みたいにやってくれて、広めてくれて、本当にありがとうございます。さあ、今日はですね、久しぶりに行きましょう。1949年生まれの人。さあ、誰でしょうか？そうです。矢沢永吉さんですよ。はい。今日はですね、この1949年矢沢永吉さんの生まれた、その人生をちょっと追っていきたいと思っております。まあ、この前はね、幼少期の頃、小学校の頃ちょっと語らせていただいたんですが、中学校から、中学校はね、1963年に、僕が生まれる2年前ですよ。昭和38年に、A ちゃんは中学校に入って。まあ、それはもうやんちゃだったらしいですよ。で、中学校はまあ、アルバイトもしながら、そんでまあ、やんちゃ仲間と、常にもう腹減ってパンばっかり盗むことばっかり考えとったらしいよ。まあ、俺ら高校時代もね、連れの遠藤いうやつおったわ。学校の前のパン屋さんがあってね、そこのパン盗んでポケットに入れてね、店出てずっと行って200メートルぐらい行ったところでおばはん追いかけてきて、遠藤くんみたい。遠藤ポケットの、ね、ポケットの中何とか言うたら、遠藤がポケットの中のパン2つ出して、いや、おばちゃんな、これ違うねん。何がちゃうねん、パンやないかい。パクっとるやないかい。あれちょっと、悪でもないけどね。まあ、俺はね、いろんな悪したけどね、パクリだけはね、ちょっとやらへんかった。親父がね、人のもんは取るなっていうのが常に言ってた。欲しかったら、目の前で取れっていう。それもあかんのちゃうんか思ったけど、なんかそんなんでね、こう黙って取るみたいな。でもね、A ちゃんは、酒タバコ女は20歳から、それまで一切せえへんかったらしい。これってね、特に田舎のあの時代のやんちゃしてるやつって、酒タバコ女しかすることないからね。もう、それをせんと、ってやっぱ A ちゃんね、根は真面目やったんやろな、って思いますよ。で、まあ、喧嘩に明け暮れて、ほんでもう、まあ、学校の中では、まあ、要はあるやん、一目置いてる先生って、絶対あの時代って一人出てん。俺らも、一人おってん。柳川先生って、怖い先生、技術課程の先生や。なんかちょっと悪いことしたら、このね、もみあげをギューンって上上げな、ギューンって、痛いねん、これが。どこで編み出してきたんやねん、と思って、これ。これやったろうと思って練習してきたのかな、思って、痛いねん。ほんで、技術課程の授業や、女の子は卵料理とか作ったりするやん。男はそのな、椅子作ったり、ネジ作ったりとか。それで、暇やから、まだ先生ね、来てない時に、池田いう俺の連れと、万力を使ってね、お互い万力に、チンコ挟むんですよ。ほんで、こう、じゃんけんしてね、負けたら、勝った方が負けたやつの万力を半回転キュッて上げるんですよ。で、チンコがキュッてしまって、いてててて、みたいなね。じゃんけんポン、勝った、キュッ、いてててて、みたいなね。お互いがやってたんですよ。それじゃ、柳川先生入ってきて、何しとんねんお前ら！言われて、二つの万力両方キュン上げられて、あーかーって、チンコ四角になったんですよ。そんな思い出もありますけど、その柳川先生怖かったわ。いつもその軍隊上がりの先生だったらしい。当時46歳ぐらいの先生で、やばーとかであんだけやんちゃったやつはもうピリッとなるらしい。歯食いしまるわーって、足踏ん張れーって、バーシーって叩いて、わしもな、軍隊ではむちゃくちゃしたけどな、矢沢、やることはちゃんとやれ！まあ、永ちゃんも、はい！みたいに。まあ、なんかこう、一目置いてたという。この時代ね、こういう先生いてたけど、今こんなあかんねやろな。なんか体罰みたいになるんかな。ねえ、まあ、やんちゃったけど、中3になったら、永ちゃん、クラス替えで、
で、まあ、自分の席の右斜め後ろに女の子が一人出て、その子にも A ちゃんは一目惚れしたらしい。それ成り上がりにも書いてたけど、そう、もうパッと見てよ。ガバッとなったもん。マジにさ、ガクンってなったわけ。なんか擬音だけでもなんかわかるような気がするけど。学級委員のまゆみちゃんっていう子を好きになったらしいの。でも A ちゃんね、もう、奥手やから、もう話すこともできんで、その間にもう毎日毎日も彼女のこと考えるようになって、もう、家で飯食べてる時でも胸がキュンとなったりとか、もう授業中でもって、一回ほんで消しゴムを貸してくれたことがあんねんって。それがもう、俺消しゴム借りたけど、字消さなかったよ。って、女何使うねん思って。それがね、初恋で。ほんで、まあ、言い出せなかったやん。周りが噂次第して、矢沢さんって、まゆみちゃんのこと好きなんちゃうとかな、まゆみちゃんの耳にも入ってきて、で、ある日、こう、手紙の回し読みみたいな、ようあったやん。うち、背中ポンポンってやったって、これ回して、とか。それがこう、回ってきて、えいちゃんとこへ手紙が回ってきたの。な、パッと見たら、まゆみちゃんからなの。それが、矢沢さん、真面目になってって、その手紙読んだ次の日から急に A ちゃん真面目になったらしいからね。A ちゃんらしいわ。悪仲間が、お前何や急にみたいな。ほんで授業中もね、そんな授業なんか受けへんけど、急に真面目になって、先生はいとか言って、矢沢くんで、なんかこのピストンの上紙、上指針と、紙指針の、とか言うて、デシリットルの、とか、これは何でしょうか言ったら、先生が逆に聞きたい何を言うてんねんみたいな、問題をただ読んでただけで、まあだから、真面目になりましたよというアピールをその子にまゆみちゃんにしてたみたいな感じなんやろな。あれと一緒よ。グリース、ジョン・トラボルタとオリビア・ニュートン・ジョン。ジョン・トラボルタが高校生。ね、夏休みの時に海で知り合うわけよ。オリビア・ニュートン・ジョン、サニーっていうわけなの。ほんで、恋に落ちるんやけど、お互いが学校違うから、2学期だったら別れるわけ。な、サニーが、そのジョン・トラボルタの学校に転校してくるわけよ。ほんで、そこでね、いろいろあって、真面目になろうって。だって、そのサニーっていうオリビア・ニュートン・ジョン演じるサニーは、お嬢なのよ。で、ジョン・トラボルタ不良やし。ほんでも急に真面目になって、ほんで悪仲間が、お前どないしたんやみたいになるわけよ。ほんでそっからいろんなクラブ入ったりとかして、二人がこう結ばれると。そういう時一緒よ。ねえ。さあ、このエイちゃんとマユミちゃんの二人の恋の行方はどうなるか。これはまた今度話します。じゃあ、ネタ見てください。どうぞ。ようこそ。結論から言おうか。これが令和の54歳。どう？掃除をしてて、懐かしい中学の時のクラスの集合写真。クラス仲間のいろんな思い出が込み上げてきて、少し涙が、よーく見ると、違うクラスの写真見てたよ。俺この前同窓会行ってきたじゃん。40年ぶりじゃん。大変だったじゃん。20年ぶりの同窓会。あ、どうも。先生、久しぶりです。そうなんです。もうおっさんです。40年ぶりの同窓会。あ、どうも先生、久しぶりです。なや、お前、池田か。お前、老けたな。20年ぶりの同窓会。うわ、初恋の吉田ゆかりちゃんや。あ、どうも、久しぶり、元気？え、結婚したの？あ、そうなん、誰と？え、山田と？あ、そうなん。おめでとう。40年ぶりの同窓会。なあ、今日吉田ゆかりちゃん来るかな？え？離婚したの？あ、そうなん。でも綺麗から、すぐに再婚するって、そう思わへん？って言ってる相手が吉田ゆかりちゃんだったよ。時は罪だよ。20年ぶりの同窓会。よし！二次会今から行くぞ。よし、今日は朝までコースや。もう勘弁してくれ。もう俺おっさんや。もう勘弁して。私おばちゃん。もう40年ぶりの同窓会。よーし、今からそしたら二次会行くか。え、全員帰ったの？まだ7時やで。まあ俺ももう眠いけど、おやすみ。まあ矢沢永吉さんの中学時代、
まあ僕もよく似たような、中学時代みんなもそうやと思いますよ。まあ恋をしたりね、いろんなことにこう興味を持ったりとか。そんなね、僕らの時代ね、先輩がなんか持ってきたんか、あのせんかと、あのコンパスの先でこう、あの腕をこついて血にじまして、こう、好きな子の名前とかこう掘ったりするの。俺は田舎だけかな。あれこうやって、んで、俺の先輩、矢沢永吉ってやってるもんやけど、あの、勉強できへんやつやから、あの、よう見たら、矢が上飛び出て、七沢永吉になってる。また明日。